長井出身の相川以上です。よろしく。埼玉県出身の山本浩一です。よろしく。よろしく。いやいやいや、今日ありがとうございます。いやシリーズ街の取材、このかっこいい出立ちで来ていただきました。驚かないですかね、これで。いや大丈夫ですか、ね、驚くと思います。驚きます。で、緊張しましてですね、街ロケで、はい、本当にご一緒だということで、一睡もしておりません。早速向かってみたいと思うんですが、思いますけど天気がちょっと天気がね、怪しいですね、これちょっとね、はい、でも大丈夫でしょう、晴れ男ですから。あ、晴れ男、はい、持ってます。もう、はい、空は晴れるでしょう。水曜モノマネ芸人を目指すきっかけみたいなものっていうのは、きっかけはですね、全くジャンル違う、ジャンル違うとコントやってたんですよ、はい、で一人であるプロダクション行ったら、その相川翔さん似てるねってことで、そのネタの方じゃなくて翔さん似てるねって方でだったら撮るよと。でモノマネやるんだったら、今日焼肉連れてくよって言われて、やりますって言ってそこで急にこう展開。大蔵村清水は最上川の近くに広がる地区、人口が村で一番多い地区でした。こんにちは。こんにちは。どうも。翔さんの姿が目立つようで、工事関係者の方が先に気づいてくれたんです。あ、もちろん。あ、本物の方です本物。遠くから見ると似てます。遠くからこちらの2人は駐車場を整備する工事をしていて、この時は休憩中。近くで見ると似てないし。あの辺が、あの辺が良かった。辛口。あの辺が良かったですよ。あの辺が、ね、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ひよたまだ。ひよたまです。またも翔さんに釘付けになっている人が。お次から次に。テンション上がってる。行きましょうか。どうもどうも。相川です。どうも。どうもどうも。どうもこんにちは。どうもよろしく。どうも。本物ですか。あ、本物のアイク、アイカです。どうも本物、本物よろしく。ちょっと待って、電話がごめんね、ちょっと。あ、もし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 、ちょ、今大倉山に来てん。ちょっと待って、電波悪いね、やっぱね。ちょっと待って。あ、もし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 、偽物だよそう、アイカワイショーです。こんにちは。よろしくお願いします。ピオタマで今日、今日大倉村の清水が抽選で当たりまして、はい、ここ清水ですよね。相会です。相会。ここは隣の相会地区だったんです。相かわいい、相かわいい、相かわいい。ここダメじゃん。いやいやいや、気を取り直して新たな出会いを求め移動していると、大きな建物を発見。何の施設なのか気になり訪ねてみることに。こんにちは。こちらは何の建物なんですか。もみを保管して、それで貯蔵して、あとはもみすりして米を出荷するっていう、カントリーエレベーターという施設です。カントリーエレベーター。相川翔です。あ、はい、かわいい賞です。多分さっきから話しかけたかったけど来たかったですよね。よろしく。ごめんね。ご存知ですか。相川翔さんは知ってるんですけど、この人は知らないそういう時は知ってるって言うんだよ高橋さんが施設の中を案内してくれました。この時期は米の搬入も終わり、一段落しているところなんだそうです。これがそうですか。ここにもみをバーッと開けて、あとはもう奥のタンクに運んでいくっていう。ね、新米はだいぶ運び込まれていると思いますけれども、はい、今どんな状況なんですか。今その農家の人たち、新米届けるために今ここでもみすりして、そのあの袋に詰めて今その農家の人、あれは新米です。新米を見せていただきました。結構な重量。何キロですかこれ。30キロ。今軽々持ちましたね。すごい、ちょっといいですか。筋肉、筋肉すごい。いや全然。何気に
水害あったんですけど、その水害受けてダメージ受けた割にはあれ今年はでもいいんじゃないかなって、今度は農家の人の分じゃなくて今度は出荷する分作る。いつぐらいまで続きそうですか作業は。来年の6月ぐらいまではまだもみすりしてます。ちょっと食べてみてもいいですか。あ、大変です。カントリーエレベーターの撮影が終わり、次の取材へ向かおうとしたところ、ありがとうございます。カブトムシ食わせないでください。あ、ムシムシ伸びるんだよ。カブトムシやん。電話電話電話。ムシムシ。あ、ムシムシ。ムシ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 。ありがとう。ありがとう。皆さん、近くの田んぼの造成工事をしていた方々、休憩をしているところでした。いかがですか、間近で愛川一生さんご覧になって。最初ピコ太郎さんかなと思って。これ、これ後ろ姿見て、ペンパイナップルアポペンできちゃうし。もしもし、ちょっと藤森呼んで、藤森、藤森、ちょっと待って、藤森何やってんだよ、あれよ。藤森、お前タバコ吸ってる場合じゃねえの、お前かっこいい人たちいっぱいいんだからよ、お前。へえ、お待たせ、シングチェリー藤森、よろしくねー。あんちゃんたちかっこいいねー、拍手よろしく。センキューでしー。次どちら行かれるんですか。うん、これいや今それ探してるとこなんですよ。どこが次行きたいなと思ってるんですけど。大倉食堂じゃないですか。あ、また名前出てきました。やっぱり出てきましたね。面白いものを探してるんですけど。実は先ほどの高橋さんも。大倉食堂。大倉食堂。大倉食堂行ったことありますか。ありますあります。ユニークなんです。面白いさんがすごいです。すごい。はい。行くとです。行きますよ。そいやそいやそれそれそいや。相川翔さんが所属していた一世風靡セピアの決めポーズで締めてもらいました。決まりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい時間を。ありがとうございます。じゃあテレビ見てください。はい、翔さん、さっきあの、はい、大倉食堂が何か行ってみた方がいいなんて話ありましたけど。言ってましたね。ここですよ。これですね。あ、立派な看板があって、はい、あれ、お、定休日って書いてある。おえ、うわ、今日やってないのかな。あれ、あ、人いますね。あ、いらっしゃいます。こんにちは。あれ、ちょっと、あ、手振ってる。あ、あ、こっち見てる。ちょっと行って。こんにちは。こんにちは。どうも、こんにちは。どうも、おはようございます。今日雨降りて大変。大変、お休みですか、はい、今日休み。今日休み。うわー、なんか山村アナウンサー。山村アナウンサー。ありがとうございます。こちらが名物おかみの斉藤美佐子さん、飲み物を取りに来たところでした。こちらは、あ、相川です。どうも。あら、あ、あら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 、サインもらおう。相川翔のモノマネタレントとは気づいていない様子。大倉食堂は宴会場もあり、長年地域の人たちに愛されてきました。で、定休日にもかかわらず中へと入れていただいたんです。 ありがとうございます。どうもすいません、こんにちは。大倉さん、泊まってもいいですか。お忙しいのか、すいません。いや、お休みのところすいません。あら、翔さん来ると思わなかったわ、ね、拍手拍手。翔は翔でも、愛かわいい翔です。あれ、ちょっと分かんねえ。味噌ラーメンと、味噌ラーメン。ご好意に甘えていただくこと。あ、今日食べさせますか、焼きそば。え、作っていただいたのは味噌ラーメンだと。あ、人気の味噌ラーメン。はい、作っていただいたのは人気の味噌ラーメンと焼きそば。普段はご主人と息子さん、それに従業員の方たちと食堂を切り盛りしているんだそうです。山盛りの焼きそば。あそこのナス漬けに欲しくて、あれ、私、だんだん使われるよね。吉野さん、場所分かるんだ。だんだん、ちょっと俺も使えて。これ、あ、これ、これハート引っ張らぬと、これ、今、これ、今度これ、はいはい、だんだん、だんだん、これ持っていけばいいのね。うん、
名物おかみと呼ばれる理由がだんだんと分かってきました。テーブルには人気の味噌ラーメン、それに焼きそば、なす漬けや、そして青菜漬けもありましたし、さらには村で生産が盛んなトマトまで並べていただいたんです。美味しいんだよな、大蔵トマト。斉藤さんが所用で外出している間にありがたくいただきました。おかみ不在で2人で食べてきたんですか。そうです、食べててって。すごい、美味しい。コシがあって、麺も。私がいただいたのは味噌ラーメン。ではまずスープからいただきます。あ、味噌の味が、あー、とってもまろやかで、ちょっと甘みすら感じるような、あ、食べやすい味噌ラーメンですね。美味しい。お待たせしました。どうも。そこに斉藤さんが外出先から戻ってきたんです。最高です。いや、美味しいです。ありがとうございます。この味は代々ずっと、はい、タレはね、それをばあさんが作ってたのを私は盗み見して、どうやって作っていくかって、いずいず気がないで、あ、こうやって作ればいいんだって、今度私がずっと味噌のネタを作っときゃね、美味しくなれ、美味しくなれになってるんだって、気持ちがね、入ってるんですね、やっぱり。そう、しっかり一番で、どう、お客さんは輪があるから、愛情がね、料理をやんだやんだっていうか、こう嫌で嫌でこう作ると出てくる料理、まずい。あの、旦那さんとはどういうきっかけで知り合ったんですか。一応恋愛でしょうね、はい。斉藤さんは尾花沢市出身で、1983年に食堂の跡取りの勝太郎さんと結婚、40年余り家族と共に食堂を支えてきました。美しい。で、お友達から紹介されて、縁があったから、昔おとなしかったんです。あれ、今じゃ考えられませんよ。そうなんですか。生まれ変わったのはやっぱり僕ら村に来たから、こういうふうに皆さんに愛されて、私も返しますけど、ね、いろんなところでこうつながって、ね、それをしっかりとお返ししようっていう、ね、お気持ちで作ってらして、せーの、スリア。これで決まったな。ということで、相川一生さんとシリーズ町デラックス、はい、大倉村の清水でした。いかがでしたか。はい、いや、最高ですね。やっぱりあったかいですね。あの住んでらっしゃる方が。あんなちょっとしたきっかけであんなに優しくしていただいて、来てよかったです。でしょ、いいとこでしょ、うん、最高です。景色もいいし、人もいいし、みんな優しい。お知らせがありますね。私YouTube やっておりまして、山形県のお酒をただ飲んでるだけの YouTube やってますので、ぜひ皆さん見てください。ぜひ登録よろしくお願いします。シクヨロです。